レバークーゼン史上初の偉業、ブンデスリーガ無敗優勝。レバークーゼンは2024年5月18日、ブンデスリーガ最終節で、ホームでアウクスブルクと対戦、試合2-1で勝利した。この結果、ブンデスリーガ史上初の無敗優勝を達成した。なお、リーグは34戦28勝6分けでの優勝となり、公式戦無敗記録は51となった。このブンデス無敗優勝は本当にすごい。まさかレバークーゼンがするとは開幕前思わなかった。引き抜きを繰り返したバイエルンではなく、引き抜かれる側のレバークーゼンが達成するとは。ここまですごいチームを作るなんてアロンソかっこよすぎ。ジャカはタイトルを取ってケインは取れない。サッカーは難しいね。ここまで来たら無敗3冠達成してほしいな。これだけ負けないってもうゲームの世界だろう。